始まってる。始まった。メリー大晦日、ハッピーニューイヤー。町田の皆さんこんばんは、FORIALです。こんばんは。俺にも少し隙間を作って。どうぞ。こんばんは。こんばんは、FORIALです。あのね、怒るよ。子供だな。今年、来年の抱負はなおちゃんが大人になることです。俺もうちょっとすっかり大人になろうと決心をしたよ。大晦日12月31日ということで、今年もたくさん町田にお世話になりました。今年もたくさん森田さんにお世話になりました。今年もたくさんなおちゃんをお世話いたしました。来年もたくさんなおちゃんをお世話すると思います。そして視聴者の皆様はたくさん FORIAL 私たちを応援してお世話していただけたらすごく嬉しいなと思います。そのことで年明け早々1月19日、なおちゃんの5回目のお誕生日、5回目のワンマンライブがあります。その日がなおちゃんのお誕生日、年齢の話か。お誕生日の日なんでね、お誕生日ワンマンライブということで、下北沢 KV という会場で行わせていただきます。ちょっと、はい、いいよ、なんで好きです。チケット3000円プラスワンドリンクということで、3000円でなおちゃんのご機嫌が取れると思ったら安いと思います。ぜひいらしていただけたら嬉しいなと思います。はい、君来てくださいね。はい、ありがとうございます。はい、みんな視聴者の皆さん見ましたが、彼来なかったら裏切り者ですからね。町田ね。そう。町田で大晦日過ごしたいもんだよね。そうしたいもんだよね。まあ町田ですよ。あ、町田だ。ここ町田だ。ちなみに12月の21から29日までフランスに行ってきまして、帰ってきて翌日の30日は館内でライブで、31日は大晦日町田で過ごしてるわけでございます。過ごしてるから楽しいね。過ごしてるな。思いっきり誰のまんまライブに来てかバルツだよ。なんかね、大晦日に来られてるみたいですね。町田の大晦日に来られてるみたいですね。町田のワンマンライブしてるね。路上ライブでワンマンライブしてる。路上ライブで彼女は今日町田の中央 JR 中央改札口できるまでワンマンライブしますから。警察来た時に撤収大変なんだけど。まあ大丈夫、大晦日だからさ、明け方まで出るから。レーザー光線とか持ってくから、後ろでなんか扇状のレーザーがビカ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 って。私はバズーカ放つね。警官に向かって。楽しいわ。でこれはあれですよね。町田の駅にバーンと出るんですよね。一応ですね、今皆さん見ていただいてるんですけど、YouTube とタウン町田の Facebook の方でだけの公開になりますので。ああ、そうなんですか。俺町田のなんとかビジョンとかでこれ映されるのかな。いや、まだ映らないですね。勝手に席持ってきゃいけない。一応第2回はですね、皆さん出演いただいて町田の駅前でなんとやろうと思って、まあ1回目なので今回おとなしくという全然 OK です。来年もたくさん町田に歌いに行きますので、どうぞよろしくお願いいたします。カットするのこれ。カットしないです。もう生放送です。カットじゃない、録画じゃない、生放送です。それも恥ずかしい。来年たくさん町田に歌いに行くよね。町田のいいとこ上げてみよう。はい。警察が素敵。どういうこと？町田のいいとこ、お巡りさんの交番に連れて行く。交番まで必ず連れて行く。それいいよ。で、お巡りさんが撤収まで、完全撤収までいる。で、お巡りさんがお巡りさんが激怒しない。新宿だと激怒すけど、お巡りさんが激怒しない。お巡りさんがトイレを探してる人を不審者扱いする。なんでお巡りさんネタばっかり。いや、その街を守るお巡りさんを見ると、その街がどれだけ平和だからね。トイレを探しているなおちゃんを不審者だっつって勘違いして、全身身体検査から身分証明までするっていうぐらい何も事件がない。暇なのかな。あ、暇なのか。いい街だからね。いい街だ。安全な街だ。いいとこしてる。安全な街です。トイレに来た人を捕まえる街です。それどこが安全なの？俺だけじゃじゃん、痛えの。そんなわけで来年もたくさん町田のおまわりさんにお世話になると思いますけれども、ああそうだね、ローテーションで違うところの人が配属されてきて止めない人を願いたい。合間でですね、皆様にお歌を届けて、で私たちでたくさんしていけたらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。覚えててね、よろしくね。町田侵略っていう曲、町田侵略、ああいいね、総攻撃だね。そういう曲作りましょうかね。町田ミュージックパーティーにもたくさんお世話になりましょう。じゃあ空爆ってことで、イエス。そのわけで皆さん良いお年を。